皆さん、こんにちは。松永春奈です。この動画では、私の初収益公開。 とといいいううここを、ね、お伝えしていこうかなと思います私は受けた虐待の話ですとかあとは自分が経験した闘病のことなんかを情報発信させていただいていて10月28日に無事収益化できましたありがとうございますで今現在1360名以上のチャンネル登録者数様がいらっしゃいますで10月28日から10月31日までの正確なデータは取っていないんですけれどもこちらはもうすでに収益いただいている状態です で収益なんですけれども10月28日から10月31日までの収益はケンタッキーのオリジナルチキンが8本ぐらい買えるかなぐらいの金額になりました。あちなみにですよ YouTube でもらった収益っていうのは正確に表示することは大丈夫なんです。違法じゃないんですけど、私、アドセンスブログもやっているんですね。で、YouTube の収益ってアドセンスブログと同じところからお金をいただくんですよ。で、そこから正確にもらっている金額を出すことは大丈夫らしいんですけれども、私、それやっちゃうと自分のアドセンスブログがいくらもらっているかということがバレそうで怖いので、ちょっとね、あの、具体的な金額っていうのはお伝えはしないんですけど、このようにちょっとオブラートに包んで、 いいいいたこのぐらいかなとう形で続いて11月なんですけれどもえっと11月の再生回数が28,624回再生されましてありがとうございますで投稿本数は12本でしたでこちらの収益なんですけれども ユニクロでダウンを買えるかなぐらいの金額ですあとはデパコスのリップが買えるかなっていう金額ですね家族4人でラーメンを食べに行って、まあ、安いラーメンだったら4人分頼んでも、まあ、お釣りが出るかなぐらいの金額ですねでケンタッキーのオリジナル資金で例えると15本買えるかな14本かなぐらいな金額です YouTube ってさ、夢のある職業だと思うんですけれども、チャンネル登録者数が1000人ぐらいで、まあ、大体この数千円もらえるっていうのは結構夢のある話だと思うんですよ。私自身、アドセンスブログをやっていて、アドセンスブログで数千円稼ぐのって最初めちゃくちゃ大変だったんですよ。一円を発生させるのに結構長い時間かかりましたし、そこから一月数十円、数百円ってなっていくにもすごく時間がかかったんですよね。 その点 YouTube っていうのは視聴回数さえま稼げれば結構長くいくんだなっていうような認識でいます。ただやっぱそのね情報を発信している内容によっては単価が良かったりとかもするでしょうし、まあ、なのでね結論私と同じように YouTube やりたいわーって言って。 で例えばまあ、1000人到達しましたって言った時にまあだいたい数千円はもらえるのかなっていうような認識でいればいいのかななんて思いますもちろんねその動画の視聴回数がどれぐらいかっていうのにもよると思いますけれどももしこれからね YouTube をやりたいわっていう方の参考になったら嬉しいです毎月ね収益は紹介していこうかななんて思っているのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ